紹介するのは、台東区谷中にある沢の屋旅館。家族3代で営む沢の屋旅館は、今年で創業72年。特に外国人観光客に人気のお宿。掛け軸、お面、お土産、日本各地のパンフレットなど、日本文化を随所に感じさせる館内は、落ち着いた雰囲気で訪れた人たちに心地よい安らぎを与えてくれます。しかし、コロナ禍の影響で外国人観光客の予約数は減少。再び旅館に訪れることを楽しみに待っていてくれる方たちのために、様々なアイデアで乗り越えようとしています。その一つとして、今月9月中に開催されているのが、ようこそ縁起宿へ。2人のアーティストと沢の屋旅館がコラボレーションして、旅館だけにとどまらない新たな挑戦をしています。コロナ禍になってしまって、海外日本問わず旅人がちょっと少なくなってしまった沢の屋さんを賑やかに、それでこれまで培われてきたご縁とかを深めてつなげていきたいという思いから、アートと本を使ったプロジェクトを企画いたしました。沢の屋さんが新しい試みでデイユースを始められたんですけど、私もたまたまその情報を得て、ここで仕事をしてみよう、デイユースしてみようと思って沢の屋さんを買いました。そこで私がちょっとですね、このハットバという雑誌の一連載、鳥見が研究所さんというの連載をお手伝いしているんですけれども、このインタビュー、オンラインインタビューと、あと文字起こし、構成などを全て沢の屋さんのお部屋で行いました。で、このお仕事をする上で、沢の屋の沢さんと今のお宿の状況とか、これまでの歴史とかをお話し聞かせていただいて、なんかこんなに素敵なお宿なのに、私の仕事でアートとか本っていうのを持って、なんかお手伝いできないかな。と思い、企画を沢さんに提案させていただきました。最初はこのタットバーっていう雑誌ですね、日本的ってなんだっていうテーマの雑誌なんですけれども、もっとその日本的っていうのを考えるときにいろんな道があるといいなと思ったので、そこでアーティストの酒井隆夫さん、あとエリカワードさんのお二人の本が私の頭の中に浮かんできたので、ブックフェアをする際にタットバと酒井隆夫さん、エリカワードさんの本3冊、3種類で開催しようと思っておりました。やはりせっかくアーティストさんなので、この企画を本からアートまで立体的に起こしていきたいなという思いが広がって、来まして、で沢の屋さんもいいね、それ面白そうだねと前のめりに前向きに乗ってくださって、旅館全体にアートと本が広がる企画まで深めることができました。旅館で展示するって機会は本当に今までなかったですし、まあ、こういう機会じゃないとできないことなので、まあ、自分でもその展示してどういう感じになるかっていうのが見てみたかったので、すごく楽しみにしてました。そうですね、まあ、僕のこの小豆の作品は実際こう艶がすごくしっかりできているので、まあ、写真だとこの艶感伝わらないので、ぜひまあ会場に来ていただいて実物をご覧になった方がより楽しめると思います。まあ、このコロナ禍なので、まあ、ぜひ沢の屋さんに来ていただいて、まあ、僕の作品は魔除けの意味があるので、ぜひ厄除けとして沢の屋さんに来て展示をご覧になっていただけるといいかなと思います。今回のイベントのテーマの一つ、日本的と、それに背景になっているタットバの本のテーマ、日本的とは何かっていうテーマが個人的にとても興味深くて、
私の作品もその対話の一部になれて嬉しいです。あとここ旅館で絵の展示をする機会がなかなかないので、喜んで参加させていただきました。イベントタイトル縁起宿に合わせて縁起のいいものを描かれている絵を展示しています。コロナになってからアマビエが流行っていて、海から現れてきた生き物のアマビエの絵を人に見せたらその人は病気にならないという、少し謎の伝説で、絵を描く私にとってすごくそれが面白くて興味深い話でした。もし人に絵を見せることに何かの力があれば、それは私のできることと思いました。コロナでいろいろ大変だとは思いますが、私の絵を見て人が少しだけでも元気になってなっていただけたら嬉しいと思いながら書いたシリーズです。特にこの会場が都内の旅館で、今コロナで遠くに旅行しに行けないことになってると思うんですが、私の絵には風景が描いてあってて、その絵の世界に入る時間を自分に与えることで日常から離れることができるに気づいていただけたら嬉しいです。一つはですね、ご近所の方で普段沢の家の前は通るけれどもなかなか中には入る用事がないということで入ったことがなかったことが、今回こういうイベントをやったことによって初めてこの沢の家さんの中に入って中を見ることができて、すごい良かったですという声も聞きますし、あとは今日帰りのお風呂なんかでよく来ていただいている方からは、館内の様子が今までとは違ってお風呂から見える風景もちょっと変わっているので、そんなのがちょっといつもと違って楽しいですという声をいただいております。実際の作品を飾ってあって、なおかつ使っていただけるアートの部屋というのが一部屋あるんですけれども、先日はそこをご利用いただいたお客様がですね、お部屋の中にこういう小豆がいっぱいありますので、それを見てたら小豆が食べたく なりましたって言って、ご近所の甘味屋さんがあるんですが、そこに行かれてあんみつを購入されてきて、作品と一緒にあんみつ、自分の買ったあんみつ並べて写真撮られてアップされている方なんかもいらっしゃいまして、そんな形でこの地域にもそういう経済の効果が出ているんじゃないかなと思っております。まさに展覧会のタイトルにあるように、ご縁がどんどん深まってつながっていきますようにという思いでおりますので、ぜひ沢の家さんにいらして、アートと本を通じていろんな人のつながりが深まっていくといいなと思っています。アートと本を通じて新たなご縁を育む場所、縁起宿。今までとこれからのご縁をつないでいく沢の家旅館に一度訪れてみてはいかがでしょうか。